山の神沼山の神沼は埼玉県蓮田市の北部にある沼である。山の神沼は蓮田市北部の元荒川西側、堤防高配置に広がる水田地域と住宅地の間に位置している。周辺には山の神という障子も存在している。面積は約3.8ヘクタール、貯水量は約5万7000トンを貯水し、 周辺の水田の灌漑用水として利用されている。住宅地に近接しているが、緑豊かで野鳥の数多く生息する貴重な水辺空間を提しており、魚釣り場としても利用されている。沼の周囲は、触れ合いゾーン、憩いのゾーン、安らぎゾーンの3つの区域に分け整備がなされている。1999年度より約10年をかけ、 カスカベ農林振興センター農村整備部によって山の神沼とその周辺の環境整備工事が行われる。周囲の協力により沼の水質が改善され多くの魚が見られるようになる。浮島の設置の効果として水質浄化に役立っている。2003年度より山の神沼での田んぼの生き物調査を実施している。また環境意識の高まりや 周辺住宅の農村下水道の整備が完成し、かつて身近に存在していた自然が戻りつつある。ありがとうございます。